はい、こんにちは。繁栄軍師陣営の人生好転ラジオ、ここが私のターニングポイントのお時間です。この番組は毎週素敵なゲストをお招きして、その半生を伺いながら、その方のターニングポイントでどんな出来事があり、何に気づき、どう行動したかをお聞きしています。毎回語られる様々な人生好転ストーリーの中から、ラジオを聴いてくださる皆様の生き方のヒントにしていただきたいとの思いからお届けしております。本日は起業家、作家、講演家、筆文字書家、まあ、いろいろな肩書きをお持ちである宇宙の島やんのニックネームでおなじみの下川浩二さんにお越しいただきました。島やん、今日はありがとうございます。はい、こんにちは。こんにちは。はい、下やんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、下やんとは以前僕の番組で、ゲストとして出演していただいた宮城豊さんのご紹介で、はい、うん、で下やんとお会いしたんですが、はい、初めてお会いした時に、うん、いろんなすごい刺激を受けてですね、はい、今まで の, 成功哲学っていう、うん、この流れをすごく変えてくれた方で、うんうんうん、で僕の筆文字でおはがきを出すスタイルっていうのも下やんと豊さんされてることをそのまんまパクるっていう、はい、見るのが原点になってて、はい、で下やんの書籍である手帳を作れば人生が変わるとか、気がつけばご縁長者にもあるように、僕のいろいろな人とのご縁っていうのもやっぱり広がりっていうのは、下やんと豊さん外しては僕の人生語れないぐらいすごい大きい影響を受けた方なんですが、まあ、現在下やん、ホームページ見ても肩書きがいっぱいありすぎて、はい、何屋さんかよくわからないところがあるので、うんうん、現在主にしている、まあ活動とかも含めてちょっと自己紹介していただけたらなと思います、うん、はい、こんにちは、下やんです。で僕の、ね、職業は、ね、たくさんありましてね、はい、で職業というのは家なんですよ。今日は家の理論でですね、職業を語ってみたいと思うんですけども、うん、まず一つがね、講演家という家、はい、ね、それから作家という家、うん、ね、それから、起業家、そして料理研究家、うん、ね、そして筆文字書家、うん、まあ、こういうのも全部ね、家がつくんですよね、はい、うん、まあ、そういういろんな肩書きと職業を持ちながら、日本中を旅する旅人、はい、で片手間に講演したり、はい、ワンデイセミナーしたりしながら日本中を旅するのが、まあ、大好きで、はい、東京から沖縄にやってまいりました。はい、下やんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、はい、すごく下やんの活動を見てて、全国でも元気をもらう方がもう何万人っていると思うんですけど、うん、はい、うん、先ほどお伺いしたら、ね、今下ファミ、下やんに関わってる、うん、方々がもう1万5000人を超えてると、はい、いうことでしたが、うん、もうすごいご活躍で全国回ってるんですけど、はい、下やんのこの今の活動活躍につながる自身の転換期って振り返ってみたらどこにあると思います、はいはい、人生のターニングポイントっていうのはね、はい、誰にもあると思いますが、はい、僕はですね、やっぱり、うん、サラリーマンを辞めた時が一つの大きな転換点になったと思います。はい、はい、サラリーマンって何をされてたんですか？まずですね、大学を出た22、3歳ぐらいから、はい、証券会社に勤めまして、はい、某大和証券というところで、はい、まあ言うたら大手 4大証券の一つの一角なんですけどね、はい、大きな会社に、まあ、エリートサラリーマンで、うん、10年間、はい、証券マンとしてですね、うん、営業をした後に、はい、次の10年間は転職して、はい、生命保険の外資系のね、走りだと言われている、うん、ソニー生命というライフプランナーの仕事をですね、はい、10年やったんですよ。だからトータル20年間のサラリーマンを22、3から42まで、はい、会社勤めの仕事を20年やってきてたわけですけど、はい、まあ、そこでもうコテンパにコテンパにいろんなこう精神的にもね、はい、経済的にもいろんな苦難がありまして、それをこう、まあ、なんていうんですか、自分が、まあ、落ちぶれて、はい、まあ、地獄をさまよったわけですけども、うん、そこからね、苦しんだおかげでいろんなそのどん底で宝物に出会って、素晴らしい人に出会って、
って、うん、僕のこう考え方がねガラッと変わったのが、まあ、転換点が、40から42ぐらいの間ですね、うん、そこが僕のねあの転換点です、うん、これその時、コテンパに、やられてっていうか、うんはい、いろんな出来事があったんですけど、はい、この転換期何があったんですか。ね、僕はね、やっぱり大人になって、どうやったら成功できるかっていうのは子供の頃から、はい、やっぱりお金持ちになることが裕福な人生であり、うん、幸福な人生であろうと思って、はい、一生懸命中学高校の時勉強して、うん、いい大学に入っていい会社に入ってたくさんお給料もらって裕福な生活をしていくことが成功やと思って常にね、うん、お金を追い求めて、はい、お金をいっぱい稼ぐこと、はい、いっぱい営業マンでトップセールスマンになることが、うん、まあ、自分のもう第一目標だったわけですけどね、はい、まあ、つまりそのお金をね追いかけ倒してたんですよ。ほう。で、まあ、お金さんにとってみたらねストーカーですよまあ、なんで俺追いかけんねんみたいな俺あんたのことそんな好きじゃないの俺ばっか追いかけんねんやみたいな感じで、多分お金さんはそう思ってたと思うんですよ僕はもうねもう下にもに、はい、がむしゃらにもう営業成績を上げて、はい、たくさんお金を稼いだもん勝ちやと思って、はい、まあ、言うたら人生の勝ち組を目指して、はい、お金を追いかけて見込み額を、ね、新契約をもらって見込み額をこう発掘することが仕事やと思ってね、うん、お客さんを追いかけ倒してたわけですよ、はい。そしたらねやっぱこうお金さんに嫌われるしお客さんに嫌われるし、うん、なかなか自分の思ったような成績上がらなくて、うん、まあお金さんがどんどん入ってこなくなって、はい、でもうだんだんね、まあ、僕の中でやる気がなくなって、うん、仕事をサボり始めて、はい、気がついたらパチンコ依存症になって、37歳から40ぐらいの3年間、はい、パチンコ屋通いが始まったわけですよ。まあ、言うたらパチンコ屋が会社で、まあ、パチンコ屋に出勤するというスタイルがっつり通ってますね。もう僕にとっては出勤なんですよ、もうパチンコ屋さんに行くことが会社に通うような感覚に陥ってしまってね、で行きながら毎日お金を失うわけじゃないですか、うん、お金をパチンコに負けて、うん、でどんどんお金をこうもう失っていく。でまた亡くなったらサラ金からお金借りて借金しながらもうそういう有効費というかもうその地獄にはまっていくわけですよね、うん、で、まあ、僕はもう会社の中で、もうね、もう落ちこぼれ営業マンになるし、うん、もう会社の上司からもうお前なんか会社辞めてしまえって毎日言われるながら、まあ、自分自身もその自分が情けない、はい、こんな悪い習慣にはまってしまって、うん、落ちぶれてしまって、うん、まあ、自己嫌悪というか、はい、もう本当に自分を責めて、はい、しかも自分がだんだん嫌いになってくるし、うん、もう情けないの一点で、うん、であ俺の人生もう終わりかなと、うん、もう家族も離散状態で、うん、俺のもうお父ちゃんとしての役割も何も果たさず、うん、会社からも家庭からももうその役割を果たせずに、うん、どん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 その人生落ちぶれていくわけですよ、うんうん、でその時はやっぱあがいてるんだけど、うん、何かしようというのその当時は思わなかった。そのね何かしようというね気力もね元気もやる気もねゼロなんですよ。もう無気力、はい、無気力に無感動に、うん、無関心、うん、もう三無主義のもう男になり下がってたんですよ。へ、今の島屋からしたらもう全然想像できないぐらいあれですね、別人ですよね、もうそういうねもう落ちぶれたもう情けない誰もが見向きしないぐらいの状態に、ね、落ちぶれてた時がね、はい、あったんですよ。ほう、でその、うん、要はね自分でも自分のことが嫌になるぐらい落ちぶれてる時、はい、うん、まあ、周りからの信用もないですよ ね、 ないね。でそこから変わるって何かきっかけあったんですか。これねきっかけないとそんなどん底からね、はい、這い上がることはできないと思いますけどね、はい、やっぱ僕にもねやっぱ天使が微笑んでくれる時がありましてね、やっぱりそのね人間ってねめちゃめちゃ落ちぶれてね元気なくしてね、はい、どん底にいた時にね、うん、天使が微笑んでくれる時がね何回かあるんですよね。まあ言うたらチャンスっていうかね、はい、人生の宝物が転がってくる瞬間が僕にもありまして、はい、それがねたまたま一冊の本に出会ったんですよ、はい、うん、
でやっぱり僕のこの落ちぶれた状態を見かねて、うん、まあ、僕の唯一尊敬する先輩がいたんですよ、はい、その先輩が僕のこう落ちぶれた状況を 見るに見かねて、はい、お前どうすんねん、お前そんなにもうボロボロになって自分も落ちぶれて情けないやろみたいな、うん、で、まあ、相談乗ってくれてね、はい、もうここからお前やり直さんかぎりはお前人生もう終わっとんぞお前って、うん、どうすんねんお前、家族もあるしお前の人生も42で終わってええんかみたいに言われて、うん、40でお前これから面白くなる人生が始まるのにお前そんな情けない毎日送ってってどうすんねんみたいな、おいい先輩ですね、いい先輩がいたんですよ。で、お前の人生変えるためには出会いしかないんやって、はい、人に出会うか本に出会うか CD に出会うかこの3つしかないんや、ほう、まあ、本はねいろんな素晴らしい成功者の本を読んで、はい、感化受けて、うん、こう動き出すか、はい、まあ、その自分と違う生き様やこう人生観を持った人と出会って、はい、その人の影響を受けて自分のこう人生をやり直すか、はい、こう講演 CD とかにこう出会ってね、その CD を聴き入ってね、はい、ちょっと自分 の考え方を改めるとかいうことで、うん、このね3つの出会いどれかでしか人間の人生を大きく変えることはできへんねやって言われて、で一冊の本をね僕にくれたんですよ。その本がね中村文明氏のお金でなく人のご縁ででかく生きろっていう、ほう、そこで文明さんと出会うわけですか。 そこでねそのお金でなく、はい、人のご縁ででっかく生きろってまさしくね、はい、僕の人生の転換点を表しているタイトルの本だったんですよ。ほう、お金じゃないよ、ご縁ですよ、ご飯ですよみたいな今までの価値観ギャラとかそうか、俺今までお金ばっかりをかけてたと、トップセールスマンになったらチャンピオンになって、はい、いっぱい給料稼げて俺は成功者だっていうこうなんかそういう世界が広がるかと思ってたら、はい、全然そのいくら稼いでもね、はい、苦しくて、うん、楽しくもないし、うん、人との競争で、はい、なんかその妬みとやっかみの世界で生きていかなあかんっていうそのなんかこう首をかしげる世界があってね、うん、そのお金を求めるよりも、はい、ご縁を求めていくと人生は楽しくなるんだぜっていう、ほう、まさに今の島屋のライフスタイルに そのまんまですよね。 そこで僕はね、はい、価値観がお金を追いかけるよりも、はい、ご縁を追いかけるんだと、はい、ご縁っていうのはつまり自分の心許せる友、うん、友いうのも友以上友達以上の仲間ですか、うん、これはもう家族のような、はい、もう自然の空気がこう触れ合えるような、はい、ファミリーをのご縁をね、はい、これから作っていくべきやというのを気がつくそのターニングポイントです、はい、なるほど。これから今中村文明さんともすごい仲がいいじゃないですか。仲良くなります。で、これからどんどん会社でももう辞めちまえって言われるぐらいの社員がその本をきっかけにどんどん変わっていかれると思うんですけど、後半でですねそのどう変わっていったかっていうのをまたお聞きしたいので、ここで一旦 CM 入れさせていただきます。はい、お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。心からの手当で心からの医療を、アイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指します。はい、繁栄軍師純英の人生好転ラジオ後半です。前半で語っていただいた転換期、中村文明さんとその本がきっかけになって価値観が変わっていったということなんですが、うん、はい、具体的にその本と出会ってまず島屋どうされたんですか。まずねやっぱその本をね僕山手線でねじっくりね、うん、もう見るように熟読してね、はい、もうものすごいやっぱ感動の涙を流してね、うん、もう今の俺は何やってんだと、はい、この人はすごい人生歩んでるのに、うん、俺の今のやってることはめちゃくちゃ情けないやないかと、すごいやっぱりそのショックを受けて、はい、俺も頑張らないかんわというまあまあスイッチが入ったわけですよね。それでね僕はそこから中村文明さんを、はい、講演会を探してネットでね、うんうん、もう日本全国の中村文明講演会に出没するようになったわけですよ。まあ言うたらストーカーですわ。お金のストーカーから文明さんのストーカーに変わったんです。すごい。やっぱりその文ちゃん その生き方っていうのはね、講演しながら全国回ってすごいやっぱりご縁をこう
ね、あのつながって、その人のおかげでまたでっかく生きてるみたいなね、こう見本がそこにおるわけですよね。で僕もこの中村文明氏のような生き方になりたいと、はい、こうすごく絶望して、はい、じゃあもう1年間追っかけ倒ししかないやろと、はい、ね、もうしつこいほどね、はい、講演会場行って「文ちゃん来たで、下やんやで」みたいな「はい、なんやねんあの慣れ慣れしいおっさんは」言われながら「下やんやから」みたいな。2回目からも下やふみちゃんの中になってね。そうなんですか。そうそう、もうね、あの1年間、通い倒したらね、はい、やっぱすごく仲良くなりましてね。それでやっぱそういうね、あの空気を一緒にこう共有することでね、うん、僕のね体に流れる血の流れが変わるわけですよ。まあ言うたらネガティブな血の流れからもう超ポジティブな、はい、そのご縁思考のね、こう生き方のこうなんちゅう空気を浴びることになるわけですよ。まあ、シャワーですよ、シャワー、はい、うん、それから僕はね斎藤ひとりさんに目覚めたり、神田正則さんのマーケティングをもう一回勉強し直したりして、はい、自分の生き方を根本から変えたわけですよ。うん、もうがめつく生きる、はい、何でもギブアンドテイクやっていう生き方から、はい、あ、もうええー、ねんええー、ねん、どうぞどうぞどうぞのプレゼント精神、ほう、まあ、与える方、もう何でもあげるわ、これであなたが良くなるんやったらもうそんなあげるがな、プレゼントしまんがなみたいな、はい、もう持ってけ泥棒みたいなもう半分やけくそで、まあ、そういうので次から次から出会ってた人と、はい、対談 CD を作って、はい、それがまあ楽しい CD がどんどんできるもんやから、はい、これをねそのメルマガでたくさんの人配り始めたんですよ、はい、うん、欲しい人いたらいっぱい手が上がるもんやから、それをこう下屋ランドで量産して、はい、年間5000枚1万枚って配ってたんですよ、はい、うん、でそれをね聞いた人がまた僕のね講演に来たり、ワンデーセミナーに来たりしてくれるようになって、はいはい、で僕のね、はい、やっぱりそのもともとの出発は20年間のこう営業マンの時に培ったこう自分の考え方を下屋の手帳っていうのにこう注ぎ込ん で、はいはい、で自分のオリジナル手帳を作って売り出したと、うん、でそれをその、説明するセミナーで、はい、筆文字を一緒にセミナーの中に盛り込んだりしてたら、はい、こう、まあ、もうそれ以来僕は15年間このワンデーセミナーを全国でするようになって、うん、まあ、それに来てくれた人が1万5000人と、なるほど、トータルで、はい、それでその来てくれた人をただその受講生っていうよりも、うん、まあ、みんな仲良くなりましょうということで、下屋ファミリーという、はい、下ファミという名を名付けて、うん、皆さんとご縁をね、はい、紡いでいったわけですよ。そしたら気がついたらご縁長者になってしまいましたっていう。なるほど、うん、これ下屋 の僕ねセミナーとかあと、下屋ランド行った時も、はい、すごい CD が山積みで初めて行ったにもかかわらず、うん、手伝いをさせられると、はい、そうそうもう、ね、無償の手伝いせえでもね講演家でありそういうね作家さんでもある方が、うん、気軽にねちょっと声かけていただくっていうのが、うん、僕その時すごく嬉しくて、はい、で CD もすごい配ってるじゃないですか、はい、僕も注文した時に注文した量以上におまけの CD がどっさり入って送られてくるっていう、はい、ね、うん、衝撃受けまして、はい、でこれがその何でしょう、与える精神になっていくと思うんですが、うん、限度を超えたぐらいの量だったんですよ。そうそう、だからね家が傾くぐらいプレゼントしたらね、はい、人生変わるよって言われて、ほう、ほんで与えるんじゃなくて、ね、これギフトなんですよ、はい、だからギブアンドテイクじゃなくてねギフトアンドレシーブって言いましてね、はい、ギフトをどんどんね日清サラダ油セットのようにねじゃんじゃんバリバリね、プレゼントです日清サラダ油下屋 CD セットみたいなね送ってプレゼントしたら喜ばれるやろうと思って十何年間やってたらね、やっぱそのやっぱりその喜んでくださった方が違う形でねなんか僕をね応援してくれたり、はい、なんか僕の求めてたものをね、はい、プレゼントを逆にしてくれたりして、こう僕はまたそれをレシーブするわけですよ、はいはい、受け取るわけですよ。皆さんもねそのプレゼントをどんどんして、でまた違う人から違うタイミングからプレゼントのブーメランが返ってくるから、はい、それを受け取れと、それがレシーブっていうわけですから、はい、だからギフト&レシーブやってるんです。ギブ&テイクじゃなくて、ギフト&レシーブというね、うん、確かにこの人に与えることはできても、うん、受け取るっていうのがなかなかできない方いるし、うん、いるじゃないですか、うん、で
家が傾くぐらい、うん、あのやり尽くせっていうのはどなたが言われた、うん、あ、それはね本田健が言ってて、あの本田健さんも小冊子をね百何十万部ね自分の自費で作ってたら、はい、もう借金が出てきて何千万って印刷費がかかるときに、はい、スポンサーが出てきて6000万貸したらわって言われて、はい、でそれ小冊子をね百何十万部吸ってプレゼントしてたんですって、はい、ほんでそれが本になってね本が出たらもう一瞬にして億万長者になったというね、はい、まあ、こういう伝説があるわけですけど、じゃあ僕もねその本田健さんからね成功する人はみんなプレゼント精神持ってんねやと、うんうん、そんなね耳っちいこと言わんとそんなもん全部プレゼントせえっていう、耳っちいこと言わんとっていうことやから、はい、ガツガツしたらあかんわけですよ。だからプレゼントもね20個30個くらいやらないと締め限度超えるぐらいの桁をね一つね増やせっだから注文したのに、はい、なんか10倍ぐらいの CD が入ってきましたよ。でちょうどいいんですよ。そうなんです、うん、ちょうどいいんですよ。それでちょうどいいんですよ。だから島屋がでも勤めてて、うん、あの勤めながらそれを並行してやってた。あ、そう、最初の頃はね、はい、だから保険屋さんで本来保険売らないかんのに、はい、このメルマガとかブログからその CD プレゼントキャンペーンやりますってやったらもう1000人とか応募が来るわけですよ、はい、毎日プレゼントの CD や小冊子をね、はい、あの封筒に筆文字当て書きして、うん、毎日、ね、何十通って送ってました、はあ、で保険の仕事せんでそっちばっかりしてたこれじゃあ仕事をお辞めになられて、はあ、今の、仕事にシフトしようと思ったのは、ああ、そう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 、その仕事が忙しくなったからなんですか。仕事がね忙しくなったというかそのね給料と、はい、そのこっちの活動のね収入があるじゃないですか、はいはい、本業の保険業の収入を超えたの、はい、セミナー活動とか、はい、手帳の販売とか、うん、筆文字の講座代とか、うん、そしたらこっちの自分個人事業の国企業の収入がこう給料を超えてきたから、これはもう一旦こっちにシフトせえっていう神様からのお告げやと、うん、ということでこっちはもう卒業して会社員を脱藩して、はい、もう個人企業で独立じゃっつって、うん、坂本龍馬のように日本中を駆け巡ろうと、うん、こう野望を持ってですね、はい、日本中のもう獅子に会いに行こうと思って、うん、もう北海道から沖縄までのもう素晴らしい人にね、はい、出会いに俺は旅に出ようと、はい、それでワンデーセミナーとか筆文字講座で日本全国行脚をしたいと言って矢先に、うん、沖縄のミヤちゃんと出会ったわけです、はい、なるほど。でこ あのいろんな成功哲学とか、まあ、本田健さんの言うこともそうなんですけど、学んだことを実践するときって不安ないですか。あ、不安ね、はい、学んだことをね実践する不安が出る前にやる。あ、そうなんですか不安が出る前にやる。出る前にやる。素晴らしいですね。これピッパの法則でね、ピッパ、はい、ピッパの法則って言いますよね、はい、ピッとこう噛んだらね、はい、パッとやるそのままかピッパの法則、ピッと噛んだらねパッとやるね。あ、もう考えずにその行動するってことですね。そうそうそう、こう考えてたら、はい、あ、どうしようかなとか失敗したらどうしようとかね、いろんなこう雑念がね入ってくるじゃないですか、はい、でそれがねブレーキになるんですよ。なるほど。だからもうなんかいいことを思いついたらすぐやってみるという、はい、でやってみて失敗したりうまくいったりその後に考えろっていうこと。あの豊さんともお話ししてるんですけど、与えるだけ与えて果たして本業が潰れるかっていう話になった時に、うん、しぼやん見て、うん、与えるだけ与えて、うん、こんだけ繁盛していく人ってすごいようになった、うん、でそのやっぱり原理原則っていうか法則にやっぱり乗ってる人っていうのは素直にやっぱりそれをね、うん、あの実行していくっていうのがやっぱり才能の一つなんだろうなっていうことでよく話してるんですけど、うん、はい、最後にですね一言リスターにメッセージをいただきたいんですけど、うんうん、はい、あのね人がこう幸せを感じる時っていうのは大人も子供も遊んでる時なんですよ、はい、遊んでる時遊びに夢中になってる時が一番幸せなんですよね、うん、時間を忘れて、はい、惜しくも我慢しながら、うん、ご飯も食べないで、うん、のめり込んでるその楽しむ時が一番幸せの根源なんですよ、はい、だから僕ら大人もね、うん、仕事をまるで遊んでるがごとくやることが一番の幸せやと思うんですよ、うん、だから遊ぶことが一番大切で、その遊びの中から仕事やビジネスをね、はい、こううまく商売繁盛するようなアイデアをね工夫でこう見つけていくようなスタイルで、はい、あの日々僕たち大人がね、はい、仕事していくと幸せな
毎日が続くと思います。でそういうね、あの生き方、まあ、あの40代50代60代になってくると、あの自分の楽しみ、楽しかったことっていうのが忘れがちなんだけど、そういうのもね、やっぱりしもやんと、はい、刺激を受けて、うん、本当の自分が、好きだったことっていうのに気づく方が ね、 そうですね、はい、くると、だから子供に戻れっていうことなんですよ。あ、なるほど。自分の少年時代に、はい、で子供の子供心を思い出したら、うん、あれしたいこれしたい、これ遊びたい、砂場で遊びたい、ブランコで遊びたいみたいな感じで遊びがいっぱい湧いてくると思うんですよね、うん、そんな感じで仕事を増やしていくとね、なるほど、あの仕事も遊び感覚で楽しくなって、はい、商売繁盛してちゃんと収入も入ってくる、はい、あの 遊ばざる者働くべからずと言いまして、まず遊ぼうぜっていう、はい、うん、面白いです、はいはい、あの今日は本当はあの沖縄に来ていただいてありがとうございます、はい、また今後ともご活躍、はい、あの楽しみにしてます、はい、本日繁栄軍師純也の人生好転ラジオ、ゲストは宇宙のしもやんこと下川浩二さんでした。また来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。